ひなチャンネル。今日はもう一本第4話感想会ね。とわちゃんとあまねさんの試合まで行ったけど決着はつかなかったわね。そうだな、良いとこで終わらせやがったわ。今回は原作ファンとして十分に楽しめたよ。あんたは前回勝負の回って言ってたもんね。柔道の試合もとはちゃんとあまねさんの過去の振り返りも個人的には満足できたぞ。そいでは最初から感想よろ。出だしはインターハイ予選の開会式だな。これは原作第10話鬼になるな。鬼ってタイトル怖いわね。これは怖い意味じゃないんだよな。まずは霞ヶ丘の紹介から始まったな。瀬能ちゃんが先方であっさり勝利、次にあまねさんが投げで一本取り勝利、最後に大将の阿弥先輩が大外刈りで一本、チームとして安定の勝利だな。めっちゃ強いやん。これ見て早苗ちゃんビビってるしね。早苗ちゃんはビビってんじゃないんよな、プレッシャーなんよな。一緒じゃん、メガネはおでこにあるのに探しててさ。磯の波平ネタやんか。定番ネタと言ってくれ。相変わらず空気読まないみちちゃんが言ってるけどさ、早苗ちゃんは責任感が強いんだよ。自分から誘ってできた柔道部、ここでは負けられないと思う強い気持ち、責任感が強すぎて体が動かなかったんだよ。なるほどね、ここで責任感の鬼が出てきたわけだ。怖い鬼じゃなくていい意味の鬼だったので。そして早苗ちゃんが負けても大丈夫、1年前とは違って3人いるから、勇気友情仲間だよな。出たな青春のお約束タンを。青春はお約束がええんだよ。ついでに言うとお約束を求めてんだよ。さらに早苗ちゃんが負けても他の2人で勝つから、むしろ負けた方がみちちゃんの見せ場になるからって、空気を和ますみちちゃん。この子天然なのにチームの空気を良くするよね。悔しいけど友達になってあげるわ。なんで上から目線なんだよ。最後に先生が皆に自信を持てと一言伝え、一段とモチベが上がったな。ここで10話は終わりだ。先生のかっこよさは見た目だけじゃないわね、セリフまでかっこいいわ。そしてここからは第11話一本ポンだな。何そのタイトル、一本ポンって。うるせえ奴らよりマシだろ。まずは早苗ちゃんの試合開始だ。残り30秒までお互いノーポイントの接戦から技ありを取られる早苗ちゃん。帯牛の時は有効ってのあったけど、いつの間にかなくなってるわね。2016年の新ルールからなくなったらしいぞ。技ありと1本しかポイントはなくなったみたいだな。2022年にも新たなルール改善があったようだが、詳細は省かせてもらうな。柔道動画じゃないしね。投げられた後に紙四方固めで抑え込み、無事に1本を取り勝利。やるじゃん責任感の鬼。負けれない戦いじゃなくて勝つことで仲間と喜びたい、これに気づいた早苗ちゃんは一段と強くなるな。ええ話や。あんたは仲間がいなかったもんね、孤独のランナウェイだわ。格ゲーの団体戦では仲間と盛り上がってたぞ、だから気持ちはわかるっての。格ゲーと一緒にするのは失礼よ。みちちゃんと一緒に勝利を喜んでいると、先生が一言、決まる瞬間を見逃してどうする。そしてとわちゃんの電光石火の背負い投げが決まる。先生はいちいちかっこいいわね、全て決まってるわ。マジでかっこええ先生よな。青西の勝利が決まって、みちちゃんの試合が始まるとこで11話は終了。次から第10には腹が減ってはになるな。戦はできないのね。みちちゃんは技をかけまくるけど結局引き分け、2勝1分けで青西の勝利になったな。主人公の試合があっさり終わった。新チームとしての初勝利だったな。記念写真の時にアニメでは先生混じって写真撮ってたけど、原作では先生が謎のシャッターオンで写真撮ってたな。先生は少し天然入ってるわね、見た目はかっこいいけど可愛いとこもあるの。アニメでは先生の魅力を隠してるよな。そんなとわちゃんを眺めるあまねさん、これはあれね、何楽しくやってんだよこんにゃろね。セリフはわからんが似たようなこと考えてたのか、楽しそうになっててよかったの安心感かもな。ひなチャンネル、ひなチャンネル。そしてお昼ご飯タイム、このタイミングだと思うけど、作者である村上優先生がツイッターで、もう一本はよく食べる柔道アニメです、こんなコメント出しているな。作者公認で食べることをアピールか。真美先輩があまねさんに感謝するとこ、この大会で引退だから言っておきたくて。地味子で目立ってないのにさ、良いシーン使ってくるじゃないの。あみさんも魅力的なキャラよ。あまねさんは柔道やってるとはちゃんの隠し撮りしてたな。ここまで来るとストーカー入ってるわね。青西の食事シーンではとわちゃんが卵焼きをポロリ、そして拾って夫婦。これ村上優先生のツイッターで気づいたけど、原作でも同じシーンあったんやね。細かくて気づかなかったわ。あんたも原作ファンのくせに気づいてないじゃないの、人のこと言えないわね。前回の動画の仕返しかよ。霞ヶ丘の食事シーンに戻り、日浦に勝つ、青西にも勝つ、全国にも行く、あまねさんの目標を告げる。
強欲のグリードこそ天音さんで、それ別の作品だ。そしていよいよ始まった青葉西対霞ヶ丘の試合だな。原作12話はここで終了し、次から13話姉さんだ。天姉さんね、言いやすい呼び方だわ。最初の試合はさなえちゃん対瀬能ちゃん。みちちゃんより小さい瀬能ちゃんはさなえちゃんにとっては組みやすい状況だが、先に背負いではザーリを取られちゃうな。パワーで押し切ってるわね、小さな巨人こと瀬能ちゃんで。だからそれは別の作品やて、寝技に行こうとすると巴投げで反撃に遭い、小外刈りではザーリを取られ合わせ技で一本負け。瀬能ちゃん強いよな。この子もちょっとアホよね。天姉さん大好きなのね。ちっちゃい子はアホな子多い作品ね。ちっちゃい差別だな。そしてあまねさん対とわちゃんの試合が始まる。今回の見どころね、まずはとわちゃんが転校してきた階層からだな。コミュ障だからぼっち状態から始まる学校生活。そんな中、一人で練習しているあまねさんを見つけてしまい、1時間も練習している姿に見とれてしまう。ビビビってきたやつね。これは一目惚れの予感よ。恋愛ではないからな。帰ろうとしたところであまねさんから声をかけられる。柔道に興味あんの？打ち込みしながらこいつずっと見てるなって思ったんかな。確かに気になるわね。あまねさんから柔道を誘われ柔道着を着せられ、その時これさ着ると勇気出んのって言われる。とわちゃんが柔道着たら勇気が出るようになったのはあまねさんのおかげだったんだ。そうだよ、この最初の二人の出会いを忘れられないんだよ。原作13話はここまで、次から14話もう一度だ。この回想シーンちょっといいじゃん。もうちょい回想はあるからな。そして始まった試合、最初の組手争いは2人を中心にぐるぐる回り込むカメラワーク。これはアニメでしかできない表現だよな。あんたの心配事は吹き飛んだみたいね。マジそれ、第2話は何だったんだと言いたいわ。そいでお互いが鋭い技を出し合うもノーポイント状態。そんな接戦の中、とわちゃんが過去を思い出し隙が出てしまう。誰この見下して笑ってたんだってとか言ったやつ、今さら何よ、ざけんなよ。またまた別の作品出てるって。うちも大好きな作品だけどな。それ日向ちゃんよ。そんな隙を見逃すわけのない天音さん、内股ではザーリを奪う。やるわね、さすが天音さん。お前も天音さん言ってるな。何かを感じ取り怒りを表す。もっと本気で来い、本気で戦えって感じかな。天音さんってさ、思ってることを言わないから読み取るしかないよね。小学校の国語を思い出すわ。作者の気持ちを答えなさい。いつも思ってたけど、あれって正しい答えはないよな。そんな時、空気を読まないけど違和感には敏感なみちちゃんが、いつも通り行こう、いつも通りのとわちゃんで、青西柔道部のとわちゃんで、これで前向きになって試合に集中できるようになったな。私にもこんな仲間が欲しかったわ。私も混ざって声をかけたいわ。お前がいたら邪魔だ。そしてお互いの本音が出てくる。あまねさんの代わりに出たのに不甲斐ない試合をしたとわちゃん。自分の不甲斐なさを棚に上げ、とわちゃんを追い込んでしまったあまねさん。お互いがお互いに謝りたかったんだよ。2人とも口下手っこいもんね。うまく謝れないんだろうね。それを柔道で答えたいんだよ。お互い強くなった相手を超えることで笑って仲直りできると信じて戦ってんだよな。不器用だけど試合で心が通じ合うのね。青春してんじゃないの。そして後輩の面倒見がいいのね。後輩にはカフェおごってるよな。餌付け大好き天音さん。せっかくいいシーンなのに響きが悪いわ。そしてお互い技ありを取ってラスト10秒に迫り終了。原作もちょうど14話で終了だ。次回は原作15話の約束からスタート。アニメは気持ちいいですね。柔道ってとわちゃんと天音さんの試合は決着し、主人公ことみちちゃんとあみさんの対照戦だな。次週で青西対霞ヶ丘の試合の勝敗もついて原作3巻へ突入だと思うぞ。前回では天音さん嫌いだったけどめちゃいい人やん。だから言ってたやんか、試合も躍動感あったし、アニメでしかできない表現もあって原作ファンとしてはすごい満足できた回だったかな。このまま最終回まで走り切ってほしいかな。気が早いってまだ4話よ。確かにそうだな。そいじゃ今回の感想はここまでかな。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでも良かったと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくね。